ASUS z e n 全ブック UX21 ウルトラブック。ウルトラブックは、インテルが2011年に提唱した、薄型軽量 PC のカテゴリーである。主に薄型軽量のノート PC や、2-in-1PC、コンバーチブル PC などがウルトラブックの認定を受けている。認定を受けた PC は、ウルトラブックのロゴシールが重付される。また、マイクロソフトは、規格の制定には、 直接関わっていないが、OS には通常最新の Windows が搭載される。インテルでは日本語の文章内でも原則ウルトラブックの表記にカタカナを用いない。アジア最大規模のパソコン見本紙であるコンプヤテックス、台北2011でその概要が発表された。インテルではウルトラブックを現在のノートブック PC とタブレット機器の性能や機能を兼ね備え、 薄型軽量で洗練されたデザインでありながら、極めて高い応答性とセキュリティ機能を実現するノートパソコンであるとしている。インテルでは、同社の投資部門であるインテルキャピタルを通じ、ウルトラブックの技術革新のために3億ドルの基金も設立した。ウルトラブック準拠のノート PC は2011年秋頃から発売された。当初は、 サンディーブリッジマイクロアーキテクチャを採用。以降、新しいコア、i プロセッサーが登場するごとにウルトラブックの要件も更新され、新しいプロセッサーを搭載したウルトラブックが発売されている。第3世代、ウルトラブックに搭載されたハスウェルは、ウルトラブックへ最適化されたプロセッサーとされており、消費電力を従来製品の約半分に低減し、 大きくバッテリー駆動時間を伸ばすとされた。さらに2018年に発売された KB レイク R は従来のデュアルコアからクワッドコアに強化されウルトラブックの性能を大きく向上させた。インテルではウルトラブックの要件を世代ごとに以下のように定めている。要件は存在するもののベンダーにしか公開されていない。ウルトラブックを示すロゴシールは 第4世代以降も貼り付けられている。理由として要件の複雑化が挙げられており、第3世代以前の要件とは大きく異なっている。ウルトラブックでは過去最高額となる数億円規模のマーケティングキャンペーンが実施されている。ウルトラブックにちなみ、虎のキャラクターを起用したテレビ広告を展開する。セントリーノでは鳥を起用したことに続き、動物キャラクターを起用している。 上記の虎のキャラクターを使用したポップやポスターのほか、店員のトレーニングプログラムや、家電量販店等へのウルトラブック中心の展示コーナーの設置などを通して、ユーザーの認知度と理解度を高めていく方針である。また、パソコンメーカーと共同のプロモーションや、発表会、イベント展示会も多数行われる予定である。 インテルコーポレーション、モバイル利用の拡大と業界の成長機会について、説明。インテル広報室。2012年10月11日閲覧。インテルキャピタル、3億ドルのウルトラブック基金を創設。インテル広報室。2012年10月11日閲覧。後藤博持のウィークリー海外ニュース。インテルの、ハスウェルの大都省電力技術。 PC ウォッチ、2012年10月11日閲覧。AS Generation Intel Core i7 Processors Product Specifications Intel ARC HTTPS ARC Intel.com Products シリーズ 122,593AS Generation Intel Core i7 Processors 2018年8月14日閲覧。 h t t p w w w k y m a n o r j p 3 0 0 0 7 5 0 6スラッシュ。インテル、ウルトラブックのプロモーションに、トラを起用。PC ウォッチ、2012年10月10日閲覧。ありがとうございます。